はい、えー。それでは11月10日の3問に入っていきます。A は B 所有の高土地を売り渡す代理権は有していないにもかかわらず、C と高土地の売買契約を締結した。B が C に対し、A は高土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、A に高土地を売り渡す具体的な代理権はないことを、 C が過失により知らなかったときは、BC 間の本件売買契約は有効となる。丸かツかという問題です。一度問題考えたい方は動画ストップしていただいて、動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては、B が本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。 B 本人、A が無権代理人、C が相手方という状況なんですね。で、B が C に対して、A は高土地の売却に関する代理人であると表示していたと書いてありますね。B が C に対して、この A さんは代理人ですよって言っていたと。でも実際 A さんはこれ無権代理人なんですよね。で、無権代理人であることを C さんは過失により知らなかったって書いてあるんですよね。過失により知らなかった。 つまり C さんは有過失ですよね。過失があるという状況です。で、質問内容は BC 間の本件売買契約は有効となる、マルか罰かという内容なんですよ。で、ちょっと問題文の理解については、えっ、ー、と、ちょっと個別指導でお伝えする流れになるんですけれども、売買契約が有効となるかどうかについては、ここの文ですね。A は公土地の売却に関する代理人であると表示をしていた。 これ代理権需要の表示という内容で、これ表見代理の一つのパターンを表しているんですね。だからここのキーワードからこれ表見代理の話だ。表見代理の内容を使えば、ルールを使えばこれ解けるんじゃないかと考えて、表見代理の場合っていうのは、相手方が善意無過失の場合に表見代理が成立するんですね。で、表見代理が成立すると契約が有効になるっていう流れになるんですよ。 で、今回 C は過失により知らなかったということなので、有過失ですよね。有過失。ってことは、相手方は全員無過失ではないわけなので、表見代理は成立しない。表見代理が成立しないから BC 間の契約は有効ではないという流れになります。だから答えはバツなんですね。で、まず覚える部分で言うと、表見代理が成立する要件として、相手方は全員無過失。このルールはまあ覚えなきゃいけないんですよ。だからこれは覚えてください。ただ、 これは単に答えを覚えるだけじゃダメなんですね。つまりまあ、ここ、ここだけ覚えてもダメなんですよ。ちゃんと表現代理というものを理解する必要があるんですね。で、理解ができたら、類題も解けるようになるんです。つまり表現代理のいろんな問題が解けるようになるんですね。ただちょっと今回はそこまでちょっとお伝えすると長くなりますので、まあ、この問題の具体的な解説についてはちょっと個別指導の塾さんのみお伝えいたします。で、問い2ですね。監督処分です。 国土交通大臣にえ、宅建業を営む旨の届け出をしている、信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の業務に関し、取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある。丸か罰かという問題ですね。で答えは丸です。指示処分を受けることはあります。でえ、ポイントとしてはですね、まず、信託会社っていうのは、免許を受ける必要はないんですね。 国土交通大臣に届け出をするだけで宅検業を営むことができます。まずこれは基本事項として頭に入れておきましょう。で、これってどういうことを言っているかっていうと、新宅会社は免許に関する宅検業法の規定は適用されないことを意味しているんですね。これ免許を受ける必要ないわけですよね。届け出だけでいい。つまり免許に関するルールは適用されませんよって話なんですよ。 ってことは、免許に関するルールが適用されないってことは、免許取り消し処分はありえないんですね。なぜなら、そもそも免許を受けてないからなんですけれども、なんで、ここも2つ目のポイントとして覚えていただきたいんですよ。で、今回の問題は、この2つのポイントではなくて、次のポイントで、免許取り消し処分以外の監督処分、まあ、例えば、まあ、指示処分とか業務停止処分ですね。こういったものについては、他の宅建業者同様、適用されるんです。つまり、今回の問題文、 処分を受けるるるここととととははあいいううのは丸になるということですで。今回3つのポイントをお伝えいたしましたので、えー、3つのポイントをちゃんと頭に入れておきましょう。で、3番目です。国土利用計画法。A が所有する市街化区域に所在する面積5000平米の一段の土地を分割して、1500平米を B に、3500平米を C に、 売却する契約を A がそれぞれ B および C と締結した場合 B は事後届出を行う必要はないが C は事後届出を行う必要がある丸かかという問題ですね。まず一段の土地っていうのはひとまとまりの土地だというふうにお考えくださいでこれ分割して b に1 5 0 0平米売って C には3500平米売ったって話ですよねで売り主は A さん買い主は B と C という状況です で、事後届出が必要となる土地取引の面積っていうのは、市街化区域では2000平米以上ですよね。で、この場合、権利取得者、つまり飼い主は事後届出を行う必要があるわけなんですけども、この要件を満たしているのは C ですよね。B さんっていうのはこの要件満たしてないですよね。 C さんは2000平米以上ですよね。3500平米だから2000平米以上。B さんは1500平米なので2000平米未満。従って B は届け出不要。一方 C は届け出が必要。ということです。従ってここに書いてある通りですよね。B は事後届け出を行う必要はないが、C は事後届け出を行う必要がある。つまりこれは丸だということになります。まあ、基本問題なんでしっかり頭に入れておきましょう。まあ、今回はね、あの、表現代理が一番重要な部分なんで、 表現代理ちゃんと理解したいっていう方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。まあ、こういった理解の積み重ねが、まあ、合格力をつけることになりますので、まあ、表現代理だけではなくて、もういろんな部分をね、ぜひ理解していただければと思っております。個別指導の詳細は、この動画の下の概要欄ございますので、ぜひご確認ください。えー、今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。